こちらの動画ではパソコンがフリーズした時の対応について解説します。ではコントロールとシフトを押しながら ESC を押すとこのような画面になります。でこちら数字がメロメロ動いてると思うんですが、これ動いてる部分に関しましてはフリーズの原因にはなっていません。でここでは一応動いてはいるんですが、一応これを選択しまして、これをクリックしていただくと、これが原因だったので、フリーズが解消されます。それでですね、あともう一つなんですが、どうしてもそれでもフリーズが解けない場合はこちらこうしていただくと、画面がとりあえずシャットダウンします。あともう一つなんですが、ですね、コントロールとオルトとデリートキーを押しますとこのような画面になります。でこちらからタスクマネージャーもしくはこちらでシャットダウンができるのでやってみてください。